今朝道内は厳しい冷え込みとなり、雪と氷が織りなす今だけの景色が見られました。白い雪に包まれた木々が太陽の光に照らされ幻想的に輝きます。今朝最低気温がマイナス 13.9 度まで冷え込んだ帯広では、空気中の水分が冷やされ樹木に吹きつけられてできる樹氷が見られました。すごい綺麗です。もう本当に綺麗。こんなにすごいのは初めてだと思います。十勝最高ですね。こちらは網走から届いた映像です。市内を流れる網走川に浮かんでいるのは流氷です。先週流氷の接岸が確認された網走では、海から川に流れ込んだ流氷が風に押されゆっくり上流に上っていきます。オホーツク地方は本格的な流氷の観光シーズン到来です。